邦楽ジャーナルは東京都東久留米市にある有限会社及び同社が発行する主に尺八、字歌、奏曲を中心とした日本の伝統音楽関連の雑誌である。同社代表取締役及び同誌の編集長は田中隆文。同誌において邦楽という語は日本の伝統楽器が使われている音楽を表している。邦楽ジャーナルの設立及び雑誌。 法学ジャーナルの創刊は1987年である。発刊当初から情報誌を標榜し、当時不足していた法学に関するコンサートを、はじめとした催し物、テレビ、ラジオでの法学関連番組の放送予定、書籍、楽譜などの出版情報などの月刊情報を柱としている。月刊情報以外の記事としては、イベント、人物、楽器、 歴史などに着目した特集記事、演奏家へのインタビュー、アマチュアの愛好家へのハウツー、トリビア記事、CD や書籍の紹介、エッセイなどがある。そう漢から3曲中心の紙面構成であるが、3曲以外の日本の伝統音楽への取り組みも増えてきている。2004年に津軽ジャミセンと太鼓に関する雑誌、バチニバチバチを本誌よりスピンアウトさせたが、 2007年10月に本市と合併する形で廃刊となった。2018年10月、新宿区高田の馬場の事務所を出版編集部門は東久留米に CD、楽譜販売部門は杉並に移転した。キロに立つ尺八、津軽ジャミセン、羅、総ラ、宗局自由多五十線歌司会説と分け、自由多総局よも山話。 こんなによくわかる長唄江戸の歌謡曲シリーズなど、心を癒す、名曲集、シリーズ、エッセンスアゲインシリーズ、池上慎吾作品、沢井光流作品、三宅一徳作品など、西木に寄せて、野坂三1十、ザ・沢井一恵十七弦、クロスローズボリューム一作曲家、高橋久美子、総曲家、野坂三郷久志総曲をつなぐ、クロスローズボリューム三解体新婦、 高橋久美子尺八など、法学関連の CD、書籍を中心とした通信販売、ハウを運営している。2000タイトル以上の取扱品目の中には、通常の商品でも流通に乗りにくいものや、自主制作版、自費出版などをはじめとした愛好者にとっては貴重なものがある。法学ジャーナル、杉並事務所での市聴販売も行っている。 三曲愛好者のための講習会を不定期に行っている。ジャスラック主催で全国で展開する日本の音フェスティバルの制作を2001年から2010年まで行った。法学専門のライブハウスとして法学ジャーナルクラブはオンを1999年4月にオープンさせたが2005年6月に閉店した。2012年5月、京都で国際尺八コンクールを 2018年8月、ロンドンで国際尺八コンクールを主催した。ありがとうございます。